卵王子のクレヨン。茶色にしようかな、オレンジにしようかな、青にしようかな、でも緑がいいかな。灰色もいいな、紫も綺麗かな。あ、画用紙がなくなっちゃった。卵王子はもっともっとお絵かきがしたくなって、床にも廊下にも玄関にもたくさんたくさん絵を描いてしまいました。卵王子が歩いた後はクレヨンの絵でいっぱいです。これは大変。もう描くところがなくなっちゃった。それでも卵王子はもっともっとお絵かきがしたくて仕方ありません。リュックにクレヨン一箱とキャラメル一箱を入れて出かけることにしました。行ってきます。テケ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 。卵王子は歩いた道にクレヨンで印をつけます。こうやっておけば迷子にならないよ。卵王子はちょっと得意げです。うう。イチョウの木の角を曲がると大きな犬がいました。犬はうなっています。卵王子はちょっぴり怖くなりましたが、犬の真似をして言いました。うう。すると犬はきょとんとした顔。卵王子はオレンジのクレヨンで、きょとんとした顔の大きな犬の絵を描きました。こうすれば怖い犬には見えないよ。オレンジのクレヨンが短くなりました。テケ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 。坂の上にはドーナツ屋さんがあります。でもドーナツ屋さんの看板は色あせていて美味しそうに見えません。卵王子は黄色とピンクのクレヨンで大きなドーナツの絵を描きました。こうすれば美味しそうなドーナツに見えるよ。黄色のクレヨンとピンクのクレヨンが短くなりました。お腹が空いちゃいました。卵王子はベンチに座ってキャラメルを並べます。キャラメルは5個入っていました。もう5個しかないや、と思いましたが、まだ5個もあるぞと思うことにして2個を食べました。お家で食べるときよりおいしいな。テケ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 。元気になった卵王子は駆け足で大好きなおもちゃ屋さんの前にやってきました。ほーしー。卵王子は青のクレヨンで走るトラックの絵を描きました。運転席には卵王子が座っています。こうすれば僕のトラックだよ。青のクレヨンが短くなりました。町の外れには茶色のレンガ橋があります。卵王子はレンガ橋を一度も渡ったことがありません。なぜってレンガ橋の真ん中にはいつも濃い霧がかかっていて、橋を渡る子供は迷子になってしまうと言われているのです。でも僕にはクレヨンがあるもん。卵王子はクレヨンでしっかりと印をつけながら、ゆっくりゆっくり橋を渡りました。霧の向こうは森の入り口でした。トコ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 。森は薄暗くてひんやりしています。クレヨンで引いた線もよく見えなくなってきました。やあ、卵王子。突然声が聞こえました。橋を渡った子供は迷子になるって知らないのかい？キョロキョロあたりを見回しましたが、誰も見えません。こっちだよ、卵王子。突然現れたのは森と同じ緑色のカメレオン。そのクレヨンでオイラの絵も描いておくれよ。そう言うとカメレオンは卵王子の頭をペロリ。卵王子は泣き出しそうなのを我慢して残ったクレヨンでしましま模様のカメレオンの絵を描きました。
するとびっくり、カメレオンの体がみるみるうちにしましま模様に変わっていきます。すごいや、カメレオンさん。じゃあ水玉模様にもなれる？卵王子は嬉しくなって言いました。もちろんさ、卵王子。ほら。すごいすごい。じゃあぐるぐる模様は？簡単さ、ほら。卵王子は夢中でカメレオンの絵を描きました。たくさんカメレオンの絵を描いていたら、クレヨンは緑が一本だけになっていました。卵王子は緑のカメレオンを描きます。するとカメレオンは森と同じ緑色に戻って見えなくなってしまいました。カメレオンさん、どこに行っちゃったの？卵王子、もう行かないと日が暮れて本当に迷子になっちゃうぞ。そう言うとカメレオンは森の中に消えていきました。また一人ぼっちになっちゃった。雨もぽつりぽつりと降ってきました。卵王子は雨宿りをしてキャラメルを並べました。もう3個しかないやと思いましたが、まだ3個もあるぞと思うことにして2個を食べました。お家で食べる方が美味しいや。とぼ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 。僕、迷子になっちゃうのかな。クレヨンもキャラメルもあとちょっとしかないや。それでも卵王子は頑張って歩き続けました。あ、小さな丘を登るとそこは海でした。いつの間にか雨は止んでいました。大きな七色の虹が海から生まれて雲を越えてまた海に消えていきます。卵王子は虹をじーっと見つめました。虹の中には犬のオレンジやドーナツの黄色やトラックの青やいろんな色が見えました。虹はやがて消えてなくなりました。振り向くと卵王子が歩いてきた道が見渡せました。クレヨンの印もちゃんと残っています。すごいや、ほらね、これなら迷子にならないで帰れるよ。卵王子は最後のキャラメルをポンと口に入れてクレヨンの道を歩き出しました。お家に帰ったら新しいクレヨンで虹の絵を描きます。テケ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 。おしまい。